自分で作ろう DIY アレンジチャンネルにようこそ。今日はこの見るからにふわふわで暖かそうなモヘアのマフラーを編んでいきたいと思います。正確に言うとこれはバブルモヘアです。色がグラデーションしていくのでとても綺麗に編むことができます。私が使うのはこのウォリーハックスのバブルモヘア、青のグラデーションです。見ていきますと色は205番、重さは 150g、 だいたい 500m あります。 45% ポリエステル、 40% ポリアミド、 15% モヘアの毛糸です。私が以前使ったことがある毛糸のバブルモヘアよりも、グラデーションがとても緩やかにされているので綺麗な印象を与えてくれます。さあ、いつものように毛糸の先を探し出しましょう。この毛糸には約4号から 4.5 号のかぎ針がおすすめされていますが、緩やかに編んでいきたいので私は6号のかぎ針を使っていきます。いつものように鎖編みを編んでいきます。今回は30目編みましょう。これがだいたいマフラーの幅になっていきます。さあ、30目編んだら1段目に取り掛かります。かぎ針から数えて4つ目のところに入れますが、先に1回かぎ針に引っ掛けてから4つ目の目に差し込みます。そして引き抜く。もう一度かぎ針に引っ掛けて次の目に差し込みます。今かぎ針に5本毛糸がかかっている状態です。そしてもう一回引っ掛けて引き抜きます。すると7本毛糸がかかっています。そこで最後に全部一気に引き抜きます。すると大きな玉ができます。次のために一つ目を作ってから引っ掛けて2つ目の目に通します。そしてさっきと同じようにもう一度引っ掛けて次の目に通す、引っ掛けて次の目に通す、全部で7本かかったら一気に引き抜いていきます。すると大きな玉ができます。次の目のために1つ目を作ることを忘れないでください。もう一度同じことを繰り返します。引っ掛けて2つ目の目に通す、引っ掛けて次の目に通す、もう一度引っ掛けて次の目に通します。7本かかったら一気に引き抜きます。さあ、模様が見えてきました。大きな玉が編めていきます。1段目が終わるとこのようになっています。2段目のために4つ目を作ります。そして裏返しましょう。さあ、2段目はとても簡単です。引っ掛けてこの大きな穴に通していきます。引っ掛けてまた大きな穴に通して7本かかったら一気に引き抜きます。次のために一つ目を作ってから引っ掛けて大きな穴に通す、引っ掛けて大きな穴に通す、全部で7本かかったら一気に引き抜きます。これでこの玉が交互に模様に現れるようになります。そして気をつけてほしいのが、この一番最後の目は2段目の一番最初の穴ですので、一つ目を落とさないように気をつけてください。さあ、2段目が
出来上がりました。3段目のために4つ目を作ってから裏返します。一見難しそうに見えますが、作業としてはとても簡単で、どんどん目が編めると思います。さて、今色が移り変わるところなので、ちょっと一緒に見ていきたいと思います。さあ、このとても小さな結び目が見えますね。結び目が来ても驚かず、そのまま続けましょう。毛糸の色が少しずつ交換されていきます。そうすることで色が急に変わるのではなくて、ゆっくりと緩やかにグラデーションしていくのがこのバブルモヘアの特徴です。とても優しい印象があると思います。全部で4色出てくるので、編み上がるとこういう風になります。とても濃いネイビーで終わりますが、最初はほぼ白に近い水色から始まって、まあグレーとも言えるような青になって、最終的に濃いネイビーに仕上がります。さあ、最後の目を一つ残しているので、残りの毛糸を編んでいきたいと思います。毛糸が途中で足りなくならないように、残りの量を見ながら調整していってください。最後の目を編みます。さあ、これで編み終わりました。最後、留め方を説明します。一つ目を作ってからハサミで切って、完成です。この毛糸の先はもちろん編み目にわからないように入れ込むので、マフラーの、編み目がわからないようになっています。とってもとっても柔らかくて温かい、そして簡単なモヘアのマフラーが出来上がりました。皆さん、このビデオを気に入っていただけたらとっても嬉しいです。そして新しいビデオが来たらすぐわかるようにチャンネル登録をしてくれるととても嬉しいです。 YouTube の下に、チャンネル登録のボタンがあるのでクリックして、また次のビデオで会いましょう。最後まで見てくれてありがとうございました。じゃあまた次回。バイバーイ。